スマピコ。はい。どうもアメリカ在来の平井です。スマホのゲームを紹介していきたいと思います。今回紹介するのは、ベイングローリーでございます。さあ一体どんなゲームなのかって言いますとですね、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナという種類らしくてですね、マルチプレイヤーからマルチプレイヤーオンライン MO バトルアリーナ BA MOBA リアルタイムストラテジーとかこうあるじゃないですか。こうまあまあリアルタイムにこうキャラクターがこうお互い動いて、その中で戦略を決めて、相手の基地を倒す潰すとかっていうゲームなんですけども、基本的にめちゃくちゃ忙しいのと頭も忙しいっていうゲームでございまして、世界的には非常に有名でございます。まあ賞金が出る大会とかもありまして、何億稼ぐプレイヤーもいるという噂は聞いております。で今回ですね、初めてのレイングローリーということで、実際に私がプレイしたものを振り返って見てみようということになりました。実はですね、一度プレイしながら実況してみようっていうことをやったんですけど、追いつかない、喋れない、あと用語が難しいっていうのでですね、まあ実際自分のものを自分がプレイしたのを振り返るっていうめちゃくちゃこっぱずかしい企画になってしまいました。じゃあ早速、ゲーム画面の方を見ながらですね、自分の戦いを振り返ってみましょう。よろしくお願いします。だろ。さあ、アメザリ平井っていうのが僕の名前ですね。でキャサリンを選んでます。キャサリンは基本的には防御タンク系って言われる、まあまああんまり自分から攻撃しに行くようなキャラではないという情報だけはいただいております。でまあ僕がいますけど、まあ自分の刀し確かめとるんですね、これね。で戦闘開始ということで、まあ全体のマップで言うと見てますね。これが通路なんですね、レーンと呼ばれる。でこれが敵の陣地なんですけども、でここのクリスタルなんですかね、これなんか光ってる、これを破壊しなければいけないんですが、ここのレーンにはこのように砲台が存在してまして、早速私マークサインを出してますけども、これよく分からず押してますね。でまあこの下がジャングルって言われるところですね。ここのジャングルには重要な拠点もありまして、まあこのようにまあ森の住人みたいなやつがいるわけですよ。で彼らを倒すとまあ、経験値をもらいながらお金ももらえると。でお金が貯まるとショップで、アイテムを買うと。でそのアイテムにはまあライフを増やす、攻撃力を増やすとか特殊なアイテムが存在するんですけども、これ私まだ分かってないですね。やっていいのかどうか分かってないですね。なんかちっちゃいから子供だからやめとこうとかちょっと思ってる可能性ありますね。で一緒にやってるノッポメンはもうそんなこと考えずに倒してるんですけども、まあこのようにですね、ちっちゃい兵隊たち、これミニオンと呼ばれるんですけども、彼らは定期的に出てきてこのレーンの上でバトルをすると。で僕これタンクなのであんまり自ら攻撃していくようなキャラクターじゃないんですね。で弱そうだからやってますね。弱そうだからやってるんですけども、この辺り大丈夫でしょうか。私危ないです。
私危ないそれ直接行かないそんなん無茶してだあ一回やられるとリスボンまでちょっと時間かかるんですけども、やらればやられるほどこの感覚が伸びましてですね、最終的に1分ぐらい何もできない状況が続くとかっていうのもあります。でまあ画面の下にウィンドウが3つありますけども、これなんかアビリティなんですね。あ、ショップ開いてますね。でショップの近くに行かないと買えないんですけど、私分かってないですねこれ。すごい遠くから通販しようとはしてますね。でこれ何なんだろうっていうのを見てますね。これはもう武器の威力を純粋に上げるんだとかって思ってるんですけども、基本的に防御なので、まあ一番最後尾にいなきゃいけない感じですかね。でみんなをちょっと手助けするようなキャラクターだと思います。ああまあ弱そうなんでやってしまおうみたいなことなんでしょうねこれは。でまあちゃんとお金貯めてるんですけど、今1000超えてますね。この辺りまで行くとですね、ショップでアイテム買った方がいいんですが買ってません。平井全く買ってません。とりあえずこれ片っ端からやっていこうみたいなところはありますね。でまあ採掘が始まると、でこのミニオン鉱山のこのおいちゃんをですね一回倒すと、自分の旗の色、自分の陣地の色の旗が立ち、レーンを移動しているちっちゃい兵隊たちがちょっと強くなるという形ですね。はい、戻ってます。今ショップですね。これで買うわけですね。うん。何を買うのかな。ほうほう。笑ってますね。キャラ笑ってますね。シバースチールとめっちゃ呼んでます。買ってますね。これで良かったのかなと。まあガードとか上げていくのが一番いいんですかねこれは。高い守備力があったりするんで、あとはもうスタン能力とかあるんで、そういうのを比較的使いましょうという感じですね。敵タレット破壊しました。味方チームが2つ目のミニオン鉱山を獲得しました。味方のミニオンの強さがマックスになりました。敵のヒーローは全然出てこないので、本当なら3対3とか2対2とかってこうヒーローが出て陣地を取り合ったりするんですけども、今も完全に練習ですね。すぐ死にますね。やっぱアイアンガードの契約とかは買っといた方がいいかもしれないですね。うん。まあ報酬の 30% をボーナスゴールドとして獲得するっていうのが、まあ、アイアンガードの契約っていうやつなんで、最初そういうの持ってた方がお金入りやすいんでしょうね。全く意味がないですね。なんでこっち行こうとしたんでしょうかね。あ、なるほど、みんながいるから。じゃあこれもやってしまおうと。で僕は近郊なので、まあこのおいちゃんを倒すとですねお金がもらえると。大量のゴールドボーナスを獲得しました。はい、266ゴールドということで、そこまで溜まってたんですね。時間でこう溜まっていくんで、まあいっぱいになった時に倒すのが一番いいと。でショップ行ってますね。
さあアビリティはどうするんだっていう感じなんですけども、それよりショップなんでしょうね。お金が貯まったらっていうところもあるんですけども、お、クロノグラフ、まあもうアビリティ一回使うと次使えるまでちょっと時間が必要なんですけども、それをちょっと短くする効果があるということなんですが、全く使ってないです。私全く使ってません。これ、あ、使いましたね。あ、使いましたね。興味持ってますね、アビリティに。これシールドですね。すごいな。今もそうですけど、かなり初心者ですね。もうこうプレイすればするほど、あのベイングローリーの面白さであったり奥の深さっていうのを知っていくんですけども、用語もやればやるほど覚えていくっていう形なので、まあとりあえず覚えなきゃいけないですね。敵ヒーローをスタンさせることで自分のアーマー値が1個上がるとかっていうアビリティを持っているので、それを利用しながら守りつつ、一人であんまりガシガシいかないっていうのがいいんでしょうね。さあヒーローが、敵のヒーローがいないとこんなにもあっさりこっちに来れるのかという感じなんですけども、まあ、この砲台はあのヒーローだけで行くとヒーローを狙ってくるんですけど、このちっちゃい兵隊ミニオンたちで行くと、まずミニオンを先に攻撃するっていう特性があるので、できる限りあの一人だけで行くのはやめた方がいいですね。ショップばっか見てますね。お買い、あ、武器の威力プラス55を選びましたね。まあ、前線に行きたいっていうところなんでしょうね。ちなみにあのこのキャラ、あの守備が得意なキャラなんで、あんまり自らガシガシいかないキャラクターですかね。まあ、敵のヒーローってやるときはまあ2人で1人をとか、2人対2人、まあ、1対1はいいんですけどね。まあ相手をスタンさせて自分のアーマー値を稼いで、やたら硬いなこいつみたいな、そういうのが一番いいんじゃないですかね。で後ろから攻撃してくると、味方があの攻撃的なキャラクターであれば非常に合わせ持っていいキャラクターなんですけども、あ、見てますね、状況見てますね。全然参加しないです。あ、これ使えんじゃねえのみたいな。あ、お、もうやることなくなりましたね。あとはもうこの本部をやっつけるだけなんで、よく分かってないですねやっぱりね。 あ、そこをやるんだみたいな感じで今参加しました私。ということで、破壊して嫌いチームの勝ちみたいな感じやねんけど、いや何に勝利したんやの俺、何もしてへんで、言うほど何もしてないよこれ。はい、いかがだったでしょうか。あのベイングローリーってこういうゲームなんだよっていうのを紹介するにとどまる動画、いかがでしょう。キャラたくさんあるんでね、しかもあの無料なんで、ぜひあのみんなでやりましょうということで、今回はここまでということでございます。以上、アメリカザガニ平井でした。イエーイ、スマピコだろ。恥ずかしいなこれ。